にちは、診断しろぶです。こんにちは。こんにちは。今日は小腹ぼの羊羹を作ってくださっている黒木製案所さんに工場見学に来ました。場所はなんと栃木県日光市の、はい、下今井地域というところでございます。はい、すごい、あの家から4時間来じゃあ行ってきます。はい。はい、ということでやってきました。栃木県日光市黒須製案所さんでございます。名店がひしめく日光市の方で1950年から案の製造所としてスタートした会社さんです。ちなみに小腹ぼをご担当いただいている方はなんと3代目だそうです。羊羹の製造工程は自動化されているところが多い中、黒須製案所さんは伝統製法で作られているようです。またもう一つの特徴として日光の地下水を使用しているという点があります。使われている日光の地下水を私たちも飲ませていただいたのですが、まろやかで全く癖のない味でした。余談ですが、工場内に入らせていただいた時に 5S の徹底について張り紙があって、めちゃくちゃ中小企業診断士試験を思い出しました。小腹を作る時に OEM 先は他にも候補があったんですけれども、まず第一に味が美味しいかどうか、それから私たちが作りたいサイズ感やフレーバーに対応できるか、そしてしっかり連絡が取れたり納期対応してくれるかという点をこだわっていました。改めてクロス製案所さんにお願いしたことで小腹をがいい商品になったなというふうに実感しました。本当にありがとうございます。国産小豆や北海道産天才糖など他の素材にもこだわって作ってますので、ぜひ皆さん食べてみてください。帰りに日光街道の方にも寄ったのですが、本当に羊羹屋さんが多くてびっくりしました。こっちに羊羹屋さんがあると思ったら向かいにまた羊羹屋さんがあったりしてですね、羊羹のお店だけで 4,5 店ぐらいは見ました。そのうちの何店舗かで羊羹を購入してみて、帰りやお家で食べたんですが、どれもすっごく美味しくて、改めて日光の羊羹のレベルの高さを感じました。鬼平の羊羹本舗3店舗目です。美味しそう。特地羊羹、この鬼平の羊羹本舗で買ったもなかがめちゃくちゃ美味しかったので、ぜひ皆さん日光にお越しの際は食べてみたらいいんじゃないかなと思います。黒須製案所さんとも打ち合わせをして、いろいろ今後の方向性も見えてきたので、また皆さん楽しみにしていていただければと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。